麻雀遊戯王。麻雀遊戯王チャンネル登録者10万人突破記念秋の足つぼ祭り。なんて言ってるの？あ、麻雀遊戯王秋の足つぼ祭り、悲鳴が入りました。幸先いいですね。はい、さあということで本日はミス清掃七瀬美希プロに挑戦していただきたいと思います。はい、あ、日本プロ麻雀協会七瀬美希です。よろしくお願いします。声のボリュームが清掃ですね。はい、え、もう痛い本当にもう痛い。清掃な割にはいい声が出ますね。さあ、はい、ということで先生、今回はですね、はい、麻雀業界一清楚な方だという噂がありますので、ぜひぜひね、はい、この足つぼで、ね、リラックスさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ということで七瀬さん、はい、右足3分、左足3分ですね。はい、はい、痛いわけじゃないです。気持ちよくなる足つぼで体の悪いところを見つけて直していくということなので。痛い。わかりました。はい、白黒決着つけましょう。先生やってください。まずは左足3分です。よろしくお願いします。じゃあ始めますね。はい、お願いします。待って怖い怖い、無理あれですよね。だから運動をしてなくて、本当にもう痛い。そんなわけない。あ、やっぱ痛がり方も清楚ですね。うん、出た、清楚投げだ。さあ、さあ先生はね、足ハンターなんでね、一回おっと、今日一の組合。これは今日の大一番だ。絶対クランケから目を離さない。さすが先生です。先生さすがです。はいはい、あれ、どっちでやってんのかな今本当に、はい、マジで痛い。あれなんか清楚じゃない、清楚じゃない感じなんだ。あ、先生綱引きしてます。はい、あ、先生今どこが悪いんですか。甲状腺が悪いんですよ。さ、運動してないから甲状腺。リアクションとか取っていただく必要ないんですって。はい、おしゃべりない。いや、これ良くなってます、良くなってます。痛い分良くなってます。長瀬さん、痛い分良くなってます。さあ、今何分でしょう。さあ、2分15秒。あと45秒。あと45秒です。あと45秒。さあ、先生はやっぱね、直そうと徹底的に、ね、やってくれてますからね。はい、先生、今どこやられてます？目ですね。目が痛いんですって。目が悪かった。じゃあ、やってもらいましょうよね。やってもらうしかないな、これは。はい、さあ、大きく前後に入れて、大きく前後に入れる感じ。いいですね。はい、さあ、前ならせ。まだ大丈夫。あと10秒、あと10秒で終わりますよ。10秒くらいで終わります。はい。はい、さあ、もうちょっとさあ、ラストスパートだ。ラストスパートだ。おもちゃでも買って。大丈夫でしょ。さあ、終了。終了です。怒ってます。いや、もう本当に許します。怒ってた。いや、先生ちょっと、ね、はい、先生もね、これだけね、暴れられてるとね、大変だったと思いますが、抜けた足をすぐさま取るっていうね、はい、やっぱあの足ハンターぶり、さすがでした先生。はい、右足は全身縛りつけてやりました。そうですね、はい、やっぱ逃げない、逆に時間かかっちゃいますからね。そうですね、暴れられちゃうとね。はい、はい、先生、痛いって言うと強くなるんですよ。あ、出た、先生、鈴木先生、丸姫も痛いって言うと強くなります。気づかなかったな、全然気づかなかったです。どんどんみんなが良くなっていくものかと思ってました。確認しますね、先生、そんなことあります？ないですね。嘘つき。清掃嘘つき。痛い、まだ痛い。あ、左足が今ちょっとまだ痛いですか？いや、全然痛いです。じゃあ右足同じぐらいしないとバランス悪いですね。右足行きましょう。走れないよ。歩けなくなっちゃう。止まってよく。先生、優しい。優しいですね。優しい。勝ってでも帰ります。足を使わない帰り方。
さあでは右足を行きましょう。さあ適合するかも。これが痛いとしたらもうあれですよ、ちょっと過敏になりすぎてますよ。いやだから、はい、だってもう体悪いんですよ、めちゃめちゃ。なるほど。だってもう引きこもりだったんです、はい、急なエピソードトーク。引きこもりだったんですね。白さ引きこもりでできたんですよ、うん、なるほどなるほど。運動もしなくて引きこもりだったから体が悪い、直してください。直しましょう。七瀬さんのために。はい、直してください。はい、右足スタートです。はい、やだもうやだ、本当にやだ。さあ、もうだって蹴っちゃうから。蹴っちゃうから。ああ、なるほど。もう蹴られた。蹴られた。蹴りましたよね、うん、蹴りました。大丈夫だよ。でも、もうそれを意識していただければ、蹴らなければね、大丈夫ですか。いや、もう意識とかそういうのできないで、はい、できるなんか余裕なくて。なるほど。痛い痛いって言ってますけど、先生強くしてます？全然してます。全然してますよね。ちなみに今どこですか？先生は今どこ？今胃ですね。腕。あ、いいですね、いいですね。はい、胃が悪いんです。胃が悪いんですって。胃が悪いの。胃が悪いんですね。悪いとこばっかりだな。悪いとこばっかりですね。徹底的に直しましょう。徹底的に直すしかない。さあ、いいですね。そういえば清楚なキャラだったはずですね。いやいや、もっとおしとやかにリアクション取ろうと思ってたんですけど、もう何だろう、痛いもんかな、もう痛い。これはもし、それはもし、それは全般的に出していただきたいですね。今ね、柔らかく蹴ってます。柔らかくいろいろ蹴ってる、はい。まあ、先生、今どこですか？今どこですか？先生どこですか？今どこですか、先生？腸です。今腸です。なるほど。今腸ですね。腸は悪いのよ。腸は悪い。ね、あともう終わった？もう終わった？あと15秒です。あと15秒。さあ先生、あと15秒です。はい、15秒。さあ、入りました。入りました。さあ、さあ今日の大一番。さあ、勝つのはどっちだ？勝つのはどっちだ？さあ、4、3、2、終了。お疲れ様。あ、もう気持ちよくこのまま寝ちゃいそうですね。もうね、すやすや、このまますやすや。本当に許さない。怖。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、素晴らしかった。先生の大技が見れました、ね。ナナさん、はい。はい。終始清楚な感じ。はい。ナナさんのいろんなキャラが見えてよかったなと私、意味が非常に思ってますね。もう先生、本当に痛いっていうたびにも強くしてくれた。あ、静かに怒ってますね。相当静かに怒ってますね。右は痛いって言わないようにしようと思ったんですけど、無理でした。無理でしたね。はい、結局大一番がね、何回もね行われることになりましたね。今さらそんな清楚な感じになってます。先生の顔見たくて。この顔見たら110番みたいな。ひどいですよね。ひどいですよね、先生。すいません。はい、もう大会のために僕呼んでください。はい、了解しました。はい、引き続き呼びますんでね。はい、よろしくお願いします。はい。ということで、これからは七瀬さんと先生はセット芸で呼ぶことになりました。引き続きよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。めっちゃ怒ってる。石田さん、超悪い。やめろ、怖っ。やめろっつった。